さあ、それじゃあですね、方言ニュースいってみましょうか。今日の担当は上地和夫さんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、お願いします。うん、はい、最後数曜、動画の中かなってわっちみせみ。さて、中夜今後はの十八日、旧暦、内なのくいめ、昼夜八五八の十六日の後とび。中流球新報の記事から、内なのニュース、うちでさびら、中のニュースを。 電動車椅子を来月から那覇空港で貸し出し高齢者や障害者も快適に旅行できる UD ・ユニバーサルデザイン観光を進めようと軽量で折りたためる電動車椅子ウィルの貸し出しが 来月10月1日から那覇空港と福岡空港で始まります12月1日からは新石垣空港でも扱います、えー、これ高齢者高齢者障害者お,おとすいんまた体の,の不自由なチんン、えー、長いイアンベシ旅のないロウユーディユニバーサルデザイン観光でユしシシミラ日 ガールーのカッサル大い匠のなゆる電動車椅子、電気士師受注のいいしのウィルの貸し出しが来月立ち死ぬ十五月の千日のチータチから那覇空港と福岡空港で、えー、始まり便十二月しわしの千日からや新石垣空港うとうてん アチカイビンウィルは免許不要で歩道を走ることができ最高速度は時速6キロに設定され1回の充電での走行距離は20キロです。バッテリーを含む重さは26.7キログラムで折りたたんで乗用車のトランクに積み込めます。ウィルリの いいや電動車椅子や免許依頼ほど血のあっちゅう道にハらすることない,い最高速度もっとんへ一番閉鎖る時速や6キロになっとおり地形の充電さにハらする距離長さや投げや20キロやいびんバッテリーチキテ重さ二十26.7キログラムあってクレーナータクディ えー、車のトラック運ちまりや便那覇空港ではこれまで車椅子や電動カートは貸し出していましたが電動車椅子は初めてで当面は1台だけ用意しますレンタル料は各空港とも1日4000円です那覇空港や車,で車椅子,椅子電動カートや 貸い,いたしが、うん、電動車いすを始めてやいびん当面は生のところ一台引け優位さビレンタル料おお、うん、電動車いすの買賃貸し賃や、えー、長空港福岡空港犬ぐと1日1日4000円やいびんふだは 車椅子を使わない人も旅行中の移動が不安で貸し出しを希望するということで取り組みを進める NPO 法人バリアフリーネットワーク会議代表の小川修さんは「沖縄は UD 観光地として選ばれ始めている。ウィルはレンタカーにも載せられるし沖縄の旅の魅力を高めたい。 アピールしました。ふだんジーやれ車いす力んチュン旅するエ、えーダ甘いちくまいちのジュチュルクトノシワナティ。おの,の電動車いすからしんちいるチュンチュンウティ。おの取組ししみとおる NPO 法人バリアフリーネットワーク会議代表の親川おささのうちなやゆう観光地 ユニバーサルデザイン観光地都市いらばれ始め列島ンオヌイルやレンタカーに盗らりうちらの旅の豊かさちびらあさしらしサイビ便魅力を高めたいにち話しさびたんアピールしました電動車椅子のおたじに問い合わせについて那覇空港国内線ターミナル1階の 障害者高齢者観光案内所となといびん昼夜電動車椅子を来月から那覇空港で貸し出しによるニュースジャル十三日の琉球新報の記事から落ちて錆びたん、うん、またあちゃーゆしれびらにへいでびるはいどうもありがとうございました今日の担当は植知和夫さんでした